鳥ニコニコ会議中止バブジーつケッパじゃねえやニコニコ鳥会議が中止になっていたりさ選抜が中止になっていたりさ藤波が高騰したりさ昨日はね8時に寝て今起きたどうこのサイクルサイクルの選抜も中止になったりさ <laughs> 泳ぐからこんな時間に出るんだよ <laughs>。そのうちなちゃんと体が慣れてくるわけよ。<laughs> そのうち慣れてくんの。思わない。あのさ最近さ本当にさ、まあ、コロナの影響なんだろうけど遊びに行く場所ねえじゃん。 まあ、そういうく場所マジでなくないで、やっぱ、ずーっとさ、俺みたいなもんはさ、パソコンの前に座ってるとさ、うつ病になるの、本当に。この狭い、2.5畳の豚箱の中にずーっといると、病気になるじゃん。病気にならない皆もそうだと思うんだよ。ある程度さ、まあ、基本の本拠地はさ、家の中でいいと思うんだけど、 ずーっと家の中にいたら本当に病気になるからなんか俺今日朝で、もで突発的に大阪に遊びに行こうと思ってる日帰りで6時の便でもう我慢できない突発的に何にもだってやることなんもねえじゃん でいう。なんか、本当に、あ俺 WHO を批判したくないけど、なんかあいつらさ、もういい加減にしろやと思うのがさ、なんかさ、あれじゃねもうかかるのなんてさ、あんなはっきり言ってさ、うんじゃうんげじゃん。うんげじゃねえもん。ほんでさ、家に閉じこもってるのが無理じゃん、働いてるやつとか、働いてるやつもいるし。ほんでかかったらかかったらさ、向こう2週間ぐらいのさ、 行動はこうしていたみたいなのがさらされてさ、ざけんなよって感じだよな。運ーじゃん。大阪どころかどこもかしかもさ、もう関わるとき運だって。運じゃん、そんなの。で、さらされてさ、犯罪者みたいな扱い受けてさ、運だよ。うんうん。 ずーっと家の中にいてさ、4月の上旬まで。無理でしょ、そんなの。店どんどん潰れるし、トイストリー2が金曜日やるぞ、もうそれぐらいじゃん、楽しみ。楽しみ、それだけじゃねえか。<laughs> 病気になるわ、ほんと、そのずーっと。そんなさ、わざわざさ、コロナの感染者のとこ突っ込んでってさ、みたいなのは無理だけどさ、 俺、この前さ、たまたまさ、竹下通りの脇っちょ通ったらさ、3万人ぐらいいたぞ。学生たちがラッキーっつって。野球も延期になるしさ、4月の20日ぐらいまで。いや、そうだよ。それはさ、自分がコロナにかかってさ、そういう人に移してやろうなんてさゴンゴ両断でもう資材でいいけど、ね、インフルとかさ、もうコロナなんてうんだよ、もうここまで来たら。 選抜も中止になって巨人はオープン戦ぶっちぎり再開だしいやマジでもうそうだなと思うわ大阪に何しに行くんだよなんか美味しいもん食いに行こうと思っていいことねえよ面白いことねえよ難波に毎年この時期にいる くっそいる中国人一人胸。被害者だよな。ほんでなんかアメリカとかもさ、なんか日本は、なんかあれがよくねえとか、対応よくねえとか言ってんのにさ、結局さ、死人一番出てんの日本だし。日本の医療ってほんとすげえよな。見習えばあんたたちも。ね見習ってほしいわ。素晴らしいじゃん。 ほんと見習ってほしいわ。あいつらなんか偉そうにしてたけどさ。イタリアとかも。すげえと思う、本当に。いや、ぶっちゃけさ、俺病院で働いてたからわかるけど、ここでさ、全開に検査したらさ、もう病院なんてパンクするぜ。多分、コロナになったらやっぱ恐ろしいじゃん。未知のウイルスだし。完全に隔離しなきゃいけないじゃん。病棟なんてさ、ベッドの数限られてんだぜ。 じゃあ今入院してる人たちはじゃあどうすんだっていう無理なんだもん孫正義が100万人無料で検査させる,させるとか言ってぐっすりいやだから俺我々視点からするとありがたいじゃんそれって本当に多分今俺コロナじゃないしそういう人たちをさ、ね、見つけ出すのと簡単だけどじゃあその人たち入院させるのかって言ったら無理だよ 孫正義が全部負担してくれるんだったら、まあ、4兆円ぐらいあれば負担できるだろうから。<laughs> 無理でしょもう積んでんだって。<laughs> 積んでてかわいそうだよ。じゃ、殺すのかって言ったら無理じゃん、そんなの。<laughs> コロナのピック6月なんだね。まあ、夏前にはもうほんと収束しててほしいわ。 知り合いには聞いたんだが、政府が休校って言った2週間は特効薬の治験の時期で、特効薬自体は効くやつもできてるらしいぞ。いや、できてねえと思うわ。なんか、橋本弁護士が、橋本元都知事、あ、府知事が言ってたよなんか、そういうパンデミックが起きた時って、こういう、ここがピークじゃん。もう絶対収束、もうどんな病気でも収束ってするじゃん。ウイルスとかって。 なんかこれをなんかこうするだけだからもうゼロには絶対できないんだよあの人だって実際新型インフルエンザを一応抑え込んだって覚悟があるからな<笑><笑>ごめん米び出してなかった今日 <laughs> WHO の突破中国の対応素晴らしいとか言ってたの <laughs> 日本の対応が素晴らしいだろ 日本の対応がな素晴らしいよな結局なんかみんな韓国とかも検査しすぎちゃったからみたいな話してたよねほんとこの一連の騒動早く収まってほしいわすがすがしいぐらいあれだよねあの 中国 B 期だよな。いや、これね、本当に、日本の政府バカじゃなかったんだよ。あの、ちょうどでもさ、ラッキーだったんだよ。10年前にさ、新型インフルエンザで対応してたから、からそれと同じようにしましょう、つって、とりあえず休校したのが、結構やっぱでかかったんじゃない爆発的には抑えたじゃん。これラッキーだった、正直。怪我の巧妙だったんだよ。ぴったし同じ対応とったじゃん。 ね、超会議中止になったよね。まあ、なんかそんな噂を聞いてたから、俺なんか、超会議のオファーのお誘いみたいなのもあったんだけど、ぶっちゃけ。いや、でもなんかそれでさ、出るってって、ってなんか中止になったらまためんどくせえなと思って。スケジュール切るのも。な中止になってたよね。E3 ってなんでそんなに、あれってネットのあれじゃねえの E3 ってなんかあれなんだっけ海外じゃなかったっけアメリカかなんかのゲームの祭典でしょ違ったっけ俺も見てるよねいつも。世界最大のイベントだよね。東京ゲームショーみたいな。の 世界バージョン。だよね。わあ、俺加藤学園応援したかったのにな静岡の。<laughs> すげえ馬鹿らしいんだよ。勉強も何もできねえでさ。野球ばっかりやってる。加藤学園、夏頑張ってくれよ。本当に、加藤学。加藤学マジで頑張ってな静岡も激戦区だけどさ。 まじ、<laughs> <マジ> <laughs> かわいそうだよね。夏出れねえよ、中とか一回ちょっと甲子園出てきてほしいな。<laughs> 静岡ってさ、いつもどこ出るっけなんか強えとこいるよな。床は菊川って静岡じゃなかったっけあ、いるよね。床は菊川。町田くんの母校 強えんだユニフォームくそかっけえんだヤンキースみてえで。ああ、勝てねえやああ、加藤学じゃとこは聞くがに勝てねえ <laughs> しかも俺とこは聞くがはユニフォームが好きだから応援してるいつも。静岡高校も強いんだ。うーん。 出てほしいなむしろなんで今年選抜選ばれたんだなんかねメンバ俺もね気になってメンバー見てみたら多分いろんなリトルリーグから人取ってるよねリトルリーグじゃないあの中学のあれから公式からもう調べたんだよフェミニスト議員がコロナに正論が効くって力説してたんじゃ <laughs> なんか震災のあった時にさニコ動のバカどもがさ歌で救うとか言ってた時と同じ空気を感じるわ <laughs> 私たちに届けられるのは歌しかないっつってなんかそれで、ね、なんかそんなことすんじゃねえバカどもっつってクソほど炎上してたの記,記憶に新しいでやっ キーは頑張ってたじゃんみんなでトイ・ストーリーを見,見せたじゃん一応頑張ったでしょやり方がただ映画泥棒をしてしまっただけでただの火事場泥棒じゃん <laughs> ラップ聞きたいわ。 法律をねえ破っただけであっきーありがとうってなんか言ってたよみんなただちょっとワイプ小さくしてほしいってすげえ言われてたそうだねっつってなんでなんかワイプ小っちゃくしてたわ <laughs> ちょっと水泳でまじ体が痛い ディズニーランドもなんかあれだよな。4月上旬まで。休むとか言ってたよね。とんでもない経済効果がありそう。あれ。の伸びてたよね。えラスアス2が不謹慎だって言って発売延期になった。なんか窓巻きが不謹慎だって言われて、放送延期になった時に。 流れに似てるな <laughs> しいよ、分かんないけど <laughs> よ、分からんが。で、まだ、あ、あ,あれなんじゃねいそんなデマなんじゃねえので、また関係ねえじゃん。関係なし。 自粛モードになってるな。<laughs> お前の昔言ってた掲示板が今月終わるし、な、何それ昔言ってた掲示板って。<laughs> 俺が昔、よう言ってた、アレスクエストの掲示板。もう、そんなの当の昔に俺が高一の時に潰れてるよ。みんなで泣きながら、最後の書き込み、最後の殺害浴してたわ。みんな、必ず殺しに行くからねって言って。 で、閉鎖された。嵐が凄す,すぎるんで、っつって。殺害予告で閉めたわ。みんなのことを絶対殺しに行くから俺、行くからって言って。<laughs> 魔法のアイランド潰れちゃうんだ。へぇー。いや、もうそもそも,そもそのサービスがってこと そもそもそもサービスが終わっちゃうってこといや、な、てかまだあったんだな全略プロフィールみたいな。感じか。えナックル最強説って魔法の、えおい、ナックル最強説あれなのパワー思考潰れちゃうやめてくれよ パワーシコお前、映画出るらしいで、俺映画出んの俺何の映画出んの俺映画好きだから人生で一度でいいからさ、本当にさ、ちょい役でいいから映画出ないっていう願望すごいあるんだけど、夢が叶ったらしい。映画監督から直々にオファーが来るらしい。何それトイ・ストーリーがいい。できれば。 エキストラででいいですエキストラが NG 出してんじゃねえよ怒られるかもしんないから <laughs> いや俺の配信はもう無断で映画に使ってもらっていいから今このね放送を見てる映画監督諸君はもうこのう全然切り抜いてバンバン使っちゃっていいですよ。ににヒカキン出てた時のように <laughs> もう、日本は終わりなんで、逃げますって言ってた。あの、原発3.11の時に、原発批判した時のヒカキンのまんまで出てたわ。リスペクトが垣間見えた。ヒカキンに対する。あの、尖ってた時期のヒカキンに対する、リスペクトを感じた。逃げてた、あいつなんかその、アジンに責められてるから、もうこんなことしてる場合じゃありません。って言ってた。 いいなねトイ・ストーリー」にも出てたよな <laughs> 一番聞きたくないわ福島の魚は食べないようにしよう <laughs> これ俺一番聞きたくないわ俺別にあいつのこと好きでも嫌いでもねえけどこれ本当に抹消してくれこの記憶をうちの甥っ子は悲しむぞなあヒカキンはそんなこと言わない 一番聞きたくない <laughs> <laughs> 若かったんだなその時の言い方に でもさあんなに成人空失の中にさそういう血が入ってると思うとなんかすごい抜けない俺が女だったらそれでオナニーしてるわ何そのこいつまだ背中そういうオス飼ってるんだ抜けるよそれなんか抜けないモンスターが内なるモンスターが いるんだなってでもデマ流したやつに「この世から消えろ」って言ってた「何デマあなんかトイレットペーパーなくなるよ」みたいなこと言ってた人がいてそれでなんかあれだよななんかヒカキンが買い占めたみたいな流れでってこと生きる価値ないよ」って言ってたいや抜ける抜けるねそれね 野獣の血が騒いでるじゃねえか。<laughs> ギャップ萌えだね。今はコメント消してるけどマジで言ってた。なんかね、俺もそれ、めちゃくちゃ笑ったわ。そんなのさ、なんか、ちょっと一個面白い要素として取っとけよと思っちゃったんだけどな。<laughs> 昔は、俺は、福島の悪口を言ってました。どうも、ヒカキンです。 言ってほしいうちの甥い子に見せたい。ほら。な、人間っていうのは必ずそういう部分も持ってるんだよ。みんなも、福島の魚は食べないようにしよう。どうも言ってほしいわそうやって こういうみんなが困ったり悲しんでるした時に詐欺するやつマジで生きる価値ねえよ、正論。<laughs> でもなんか、あれじゃん。それなりのあれ、なんかね、処罰を受けてるよね、多分な。なんか Wikipedia 作られて、家まで特定されて、みたいな。本当に地獄に落ちていいわ。あんなの。 地獄に落ちろい。最 <laughs> 近がコロナに便乗して手洗いの歌出してて、えー、どういう動画手を洗おうみたいにないや。うちのマンション行きだなと思ったのが、みんなともそうかもしれないけど、入り口に、 消毒液置いてあるんだよ。出るときと戻ってくるとき必ず消毒してくださいね。あれマジで便利だよな。<laughs> それ盗む <laughs>。それ盗むやつはちょっと言語道断すぎない。監視カメラついてるぞ、一応。監視カメラ。 そんなに、なんか、ね <laughs> 世紀末みたいなマンション住んでねえな、俺。な今日なんかコメント止まるな、ピュッつって。あ、でもなんかあれなんじゃないのマスクとかもう入荷し始めてんじゃないのまだない俺たまたまさ、前って1月にね、女が俺、女がさ、 トイレットペーパーとマスク、もうたまたま買い込んでたのね。だからストックあるから全然、ラッキーだと、本当に買う、たまたまそこで買ってたの。何目的でいや、なくなったら補充するのね。うちってトイレットペーパーとマスク。あと、ティッシュペーパー。偶然偶然、そんなのだって、なくなるなんて誰も予想してなかったでしょう。 本当にタイミング良かった。そこのタイミングでバチッと無くなって、アマゾンでいつも大量に注文すんの。運が良かったわ。でも流通はなんか復活してきてんじゃないのマスク買う。俺インフルエンザし死んでもかかりたくねえから。マスクはいつもしてる。 運が良かったわ。トイレットペーパーがないっていう感覚が、だから俺、あんまなかったわ。でもなんか、世間を見てるとさ、いたぞなんかネットニュースで見たぞコンビニ回ってトイレットペーパーパクってこんなに仕入れましたって言ってるやつがクソ炎上してたりさ、なんでそのバカなんだろうな でも、まあ、そう、ぶっちゃけトイレといえばはさ、ウォシュレットでなんとか代用効くじゃん。で、そのまま風呂入っちゃってケツ洗えばなんとかなるじゃん。でも、和式便所のやつとかもう地獄だよな。え俺さ、もう本当にウォシュレットがないと生きていけない人間だから。ウォシュレット。 そんなにいつもトイレットペーパー使わないからさ、昔はすっげえぐる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 ってやって、もう一回でさ、トイレ詰まるんじゃねえかってからいトイレットペーパー使ってたけど、ウォッシュレットに気づいてから、あれなん、あれ肛門を刺激するとさ、残りのうんこ出てこないあれなんなんだろうな、あれな。残りのうんこがさ、刺激されてさ、 残粉がまたプリって最後のあれが、あれたまんねえのよプリプリ。ほんと海外行くとさ、日本のトイレのクオリティの高さに、ちょっと衝撃を受ける。だってさ、ほんとに、すごく高いホテルとか行ってもウォシュレットないんだぜ。マジでクオリティ高い。 すぐ陣にあるから便座冷てえしさ盗むやついるからコンビニのトイレの貸し出しめっちゃ減ってるなんかそういうさレベルの低いやつに合わせんのしんどいよなまあ俺コンビニのトイレなんてまあ使わんけどんトイレットペーパーさ買い占めんね <laughs> なんでさ で、ね、風が吹くと持ち屋が儲かるみたいな、どういう流れでさ、トイレットペーパーに行き着いたんだろうな、そのクソテンバイヤーも。お、マジでさ、たまたま俺がさ、その被害被らなかったから、別に腹立たなかったけど、自分の家にトイレットペーパーがさ、無くなってたら、マジで、晒し上げしてるぞ。 中国が生産支援の大半占めてるまあでも信じしまうかマスクと同じ材料だからへえなるほどね材料違うよな でもなんか日本のさ、その流通、トイレットペーパーの流通の、なんか最大手の会社がさ、安心してください。こんなにありますよって倉庫の中にさ、トイレットペーパーがさ、1万個ぐらいある動画、写真上げてて、ああ、よかった、あるんだ。うちもまあ、もうストック持たないから。あれ、なんだっけあれいいよな、安心してください。こっから、バカバカ。 出しますよ <laughs> ツイッターの住所特定ってどうするんだろういや多分そのツイッなんかツイートとかを元にじゃない過去のツイートとか遡ってやったんじゃないでもツイッター消しちゃったらもう 逃げられちゃうんじゃない <laughs> そういうことをつぶやくやつってさ個人情報垂れ流してるじゃん <laughs> 横山みどりが町会議中心に喜んでたのに久保田学ぶ名義では悲しんでたえ <laughs> だから侵食されてるっしょ <laughs> うちなるさ横山みどりがさもう南の周知が鞍馬に食われるようにもう 彼自身がどっちが本物の自分か分かんなくなってんだよ。あしかもさあれじゃない ?N 国ブース出すとか言ってたからそれで残念がってるんじゃないだよね。 しいっすわ。万能の件、栗谷文句言ってた何万能の件であ、俺が、あ、なんか見たわ。あの俺が、あのー、警告別にバンされてないんだよ。今放送してるから別にバンされてないんだけど。警告受けたんだよ。たまたまニコ動を見てて、あれ、なんかどういう理由か分かんないけど、ニコ動にエロ広告が流れちゃってファンザかなんかの。 で、それで、いや、ちょっと、それはちょっとさ、無理だよ、って思って、なんなら俺、クリちゃんに直接リプ飛ばしてやろうかなと思ったんだけど、それのやり方がわかんないから、運営の誰か見ろと思って、ツイートしたの、そしたらクリちゃんが反応して、よし、許された。やり方がわかんないから、俺。で、別にあんなの、あれじゃん。俺だけじゃなくて、そんなの上々しゃくのやつみんなあるでしょ。 だよな。<laughs> お前だけ誘拐されねい別に、コミュニーズ一人でもたまたま映っちゃったらバンされねえや。横山なんかさ、あの、自分のことを棚に上げてさ、人をそうやってさ、仲間入りさせるのやめてくんな。みどりさんは19回バンされてんだよ。で20回目のバンで永久バンになった人と一緒にさ,されたくないですね。僕はたまたまエッチなサイトが映っちゃっただけなんで、あなたのように、19回バンされてないんで。 ちょっと一緒にしないいいででもらっていいですかしかも俺クリタ派閥なんであんたと俺敵なんでぶっ飛ばすよお前じじいなんだから後ろからチョークスリーパーで緑本当に締め,締め落とそうかなこれそういう動画上げていい緑締め落とすだけの動画目ん玉真っ赤っかになってファンザって月額見放題ありますかいや俺毎月度課金してる あんの月額ちょっと助けてくれ。俺ファンザ、ファンザパケシしそうなんだけどさ。あれはいいよいいよ俺だけじゃなくて、スパイギアも言ってたね、今ね。いいよ、あれ。え、手でくプランあるの嘘すごくね、いい。エロ本も買えるし、 エロ動画も見れるし、マジで。あ、神よ。え、月額いくら月額1ヶ月いくらよ。俺1ヶ月さ、だいたい2万から4万の間で推移してんだけどさ、エロ動画がクッソだけのい1700円くらいすんの。1日2000円のコストかけて、もうほぼ半分ピンサロ見てたのりで言ってんのね。ファンザピンサロ。ん,んでさ、買ったはいいもののなんかクソみてえな。なんだこれ 俺 VR のメガネ持ってねえのにふ、なんか分身して、天津飯みたいに分身したさ、動画とか。いや、絶対300円はない。絶対ない。だって、定価が、んどんなに安くてもストリーミング500円とかだもん。300円とかでしょ。3000円とかでしょ。絶対ないよ。ライトプラン500円、ヘビーチャン、絶対ないだって、ライトプランで、じゃあ、ライトプランで見れるものが限られてるとか、そんな感じだよ。絶対。 俺は、妥協したくないの。だよね、多分ね。その500円の中で見放題の動画、最新作とか見れないでしょほら、8000円、いやでも8000円でもお釣りくるぞ。4抜き。お前なんで最近違法視聴しなくなったんだいや、俺、昔は、アダルトビデオなんてただで見るもんだと思ったけど、オナニーの質が、これ前から言ってたんだけど、オナニーの質が著しく下がったの。で、みんなはどうぶっちゃけさ、ファンズなんか見てるやついないでしょ課金しないじゃん。 エロ動画って多分、検索してな、あの、ただで見るでしょみんな、ぶっちゃけ。ここだけの話。一回やめて、金払ってやってみその人抜きにかける思い全然違うから。俺、この動画に2000円はかけてんだぞつって。<laughs> その a v 優が可愛く見えてくる。本当に。2000円、この、触ってもくれない、な現実に、俺のこと知らない女が2000円取ってんだぞ 昔、多分俺7年ぐらい前にもう、エロ動画見るのやめたんだけど、一回ね、ビデオを借りに行くついでに、あなんかたまにはエロビデオを借りてみようかなと思って、エロビデオ大量に借りてきて、見た時があったんだけど、オナニーの質が急激に上がったの。本当に。オナニーの質が急激に上がったの。もう 今までのさ若い頃のオナニーってもうほんとただルーティーン作業じゃんルーティーン作業いやエッチとかもそうだけどさ気持ちが入ってるか入ってないかってさいっだってさオナニーした後にさうわすっげえ気持ちいいオナニーだったって思うことみんなないでしょ寝る前にあもう義務的になんとかすごいさ 悪力強く握って、もうなんとか出して寝るみたいな、そんなんばっかりでしょ <laughs> たまにはあるかもしんないけど、中学校3年生の時に親に黙ってトゥナイト2見て、腰砕けるぐらい、精子がさ、屋根突き破ってそのまま星になるぐらいの女にしたじゃん。それに近い感覚を味わうために、最近もうマジで。 自分のために課金してる。俺はあの G 行為をいつまでも追い求めてる。あのさ、トゥーナイト2とさ、ミニスカポリスをさ、こたつの中に潜ってさ、こうやって、ほんとに腰砕けたのね。あ、だいた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 ああみたいな女にしたことあんの自由に打たれた。カーで抜かれた時ぐらいの声出したのね、俺。一回。その一回だけ。人生で。 一回だけなの。本当に。それを俺は追い求めてるの。熱かった、もう。銃で撃たれた時って熱いって言うじゃん。俺も熱かったの。胸が。その時の女優のことを今でも覚えてるもん。夢のマリア。夢のマリアが風呂に入るだけっていう動画で、あの <laughs>、それをね、テレビで流したんだよ。なにこのおっぱい 夢のマリアは最近何やってる今まだいる夢のマリア伝説俺の中ではもう伝説の女だねこういうメガネかけてさこういうメガネかけてあんじゃんこういうメガネかけて こういうメガネかけてなんか風呂入ってて。すごい、ここにさ、星のシール貼って。すげえ良かったんだよ。こういうメガネあるじゃん。なんか、女王様がするようなメガネ。あれもう19年出会えないね。今41歳なんだ。いや、まだまだ若いじゃん。 まだまだ若いね。ファンドは月額5500円、あ、550円で2000本見れる。いや、うん、ダメだ。俺が見たいものが見れないのって結局意味ない。意味ない、結局。意味ない。最近の AV 上位でも本当に可愛くなったよなてかもう整形なんかしなくていいのに。あれ どんどんさ、外れてくぜ、性的対象から。こぶっちゃけどうなんだろうね。いらねえよななんでさ、AV 女優なのにさ、女にモテようとすんの成形して、憧れを抱くのって女じゃん。自然な顔の方が絶対いいって。 本当にどんどんその性の対象から外れていく素人者とかさ普通の顔がいいよな深田栄美抜いたことあるよでもさなんかあの写真とかで加工しすぎててさ 逆パネルマジックや、パネマジが起きちゃってんだよ。あの子別に可愛いじゃん。そんな写真でさ、なんつうの、ツイッターの写真であんな加工しなくていいんだよ、別に。そのままのあなたってすごい素敵なんだから。どんどんそれで、なんていうのよ、よりもったいなくなっちゃう。背景で抜くじゃん、男って。ビジュアルというより。俺がさ、 あのー、背高い女が好きなのって、背高い女最近好きなんだよ。そのバックボーンで抜けるの。絶対こいつ、高いヒールとか履けねえんだろうなとかさ、なんか自分が背高いことコンプレックスしてんだろうな、みたいな。<笑><笑>そうたバックボーンで抜けないチビ <laughs> の女ってさ、もう、そのチビに背が低いことにあれしてるだろう。うあぐらかいてるだろう。う私女の子らしいし、みたいな。 俺も大橋元子みたいな女抱きてえもん。188とか。どんだけの、お前どんだけの思いを背負ってっていうのを飛ばしに漫画化してほしい。俺とその188センチの、キルアが顔ぐしゃぐしゃにして泣いてる時みたいな顔で、どんだけの思いをダーン俺がキルアの役な。その188センチがゴンの役。 あの髪の毛が伸びた時みたいな感じでんかビューティーそういう AV あるよね <laughs> 戦隊ものの AV <laughs> みんなもちょっと一回背高い女に恋してみてほしいま <laughs> あ現実味のある顔の方が抜けるよな いや、一般的に165から7ぐらいからじゃない女性が、なんか背高いってことをコンプレックス持ち始めるのって。でも170ぐらいあったらもうね。昔は普通ぐらいが良かったけど、最近背高い子すごい好きなんだよな。藤波を重ねてるのかもしれない。 手足長いとさ、おーすげえリリースポイントが安定しなそうと思いながら、エッチしててさ、なんか正常位してるときに全然、いや、こいつ、大丈夫なのって、お前さ、日本じゃなくてさ、レッドソックス行った方がいいんじゃねえかちょっと上からじゃなくて横から放ってみれば行った方がいいんじゃねえのかお前は。そう、あと俺、息子をさ、やっぱメジャーリーガーにしたいから4000グラムの子供産んでもらわなきゃいけないから、身長やっぱ100 <laughs>、 お前、俺の母ちゃん179センチ89キロ。お前、あれだぜ、それに。男性に換算したら196センチ90キロの藤浪慎太郎だぞ。お前の母ちゃん藤浪慎太郎だぞ。お前自身は身長何センチだ。なあ。お前自身の身長は。野球やってるそんなビッグマムがいたのか。うち母ちゃんちっちゃいから。 146センチだから。ね、あのさ、自分のさ、両親からさ、自分の身長を計算できるみたいな、のってなかったっけあのー、アバウトで。うち母ちゃんすげえ背ちっちゃいんだよ。146で、父ちゃん164とかなのね。で、俺身長176あんの。これ、計算式合わなくないうち同じいホビットだから。 なんか、167って言い張ってんだけど、明らかに、明らかに164ぐらいなのね。でも、うちおじいちゃんが、180あるの。おじいちゃんが。で、お父さんの兄弟みんなのきなみ身長180オーバーなのね。全員。だから学生移転なんじゃないかなって。うち、じじいめちゃくちゃ背高かったの。だから、 それの血がちょっと多少加わって、こうなったのかな。父プラス母プラス13。あ、父プラス母プラス13おかしくない割る2プラス13かなあ、父プラス母プラス13割る2。210。223。 割るに。おかしくねあ、間違え、300、おか、俺、うなちゃんマンじゃねえか百 167! いや、助かったなこんなじゃ野球できねえぞ。俺、息子はやっぱ190欲しいから。まあでも、本来は167ぐらいで止まるっていう、計算だったけど、まあ、おじいちゃんの血で多少伸びたんだろうな。割ってからプラス予算 まあ、ちっちゃかった。2メーターぐらいの、女と結婚しなきゃいけない。まあ、あくまでも俺は、ね、言われてるだけで。俺190あるけど、運動神経悪いし、顔も悪いから最悪だ。絶対歩いてるためだたな。<laughs> いいね。 お前、そうやって、周りがさ、こうやって、普通の顔して歩いてる中さ、こうやって、一人だけさ、顔一個出てさ、もうこんな、小泣きじじいみたいな顔して歩いてるってことじゃ、頭もハゲてるだろうし、おめえのことだから。すげえな、顔一個出てるだけ、完璧じゃねえかよ。釣り革とかでも。なぜ野球をやらなかったんだ お前の親父の覚醒遺伝で息子ちっちゃくなる。ああ、まず、あ。でもしょうがないよね。俺の子供に生まれてきた子供がいけないよな。ん俺がさ、快楽のためだけにセックスしてたらいきなり、生まれるーつってさ、卵子の中に飛び込んでいきやがって一発バチーン引っ張るやろうかな。こんな野郎てめえ快楽のためだけにセックスしてたの、こんな野郎つ 怒るしかないよね <laughs> 逆に何でお父さんそんなちっちゃいのもかんねんおばあちゃんに似たんじゃないおばあちゃんもちっちゃいから兄弟で本当にお父さんだけだね一番ちっちゃいもん7人兄弟で女の人とかいっぱいいるのに <laughs> 親父が一番ちっちゃいわそうやって考えるとうち長身の家系だね今思えば 164の親父が男女含めて一番ちっちゃいから、俺気づかなかったけど、長身の家系なんだな。お父さんがちっちゃいだけで。姉ちゃん156だから、ま、ちょうど平均ぐらいじゃない今、女の平均で160ぐらいか。もこうは134ぐらいじゃない身長。シークレットブーツ履いてるからな、あいつ。 多分140はないと思う、リアルな話。でもあいつにも女視聴者いるからさ、俺が気遣って遠近法でいつも前に立たしてやってるから、クソチビだよ。うちの甥いっ子と同じぐらいだもん、身長。うちの甥いっ子のお下がり来てるし。40は絶対ない。<laughs> 米津剣士188ある <laughs>。 <laughs> お前野球やれバカだれお前歌歌ってねえで180以上野球やれ <laughs> なんで野球やんないの <laughs> 大石さん70ちょいぐらいだと思うわあ俺あんま変わんない多分。 でも顔ちっちゃいしさ、線が細いからシュッとしてるから、なかすげえ身長高く見えるよ、やっぱ遠くから見てると。俺、等身が終わってるから。俺、5等身いや、4、4等身じゃない俺。俺の等身計算してくんない緑さんも顔ちっちゃいの。緑さんさ、すっげえ背高く見えないあいつクソチビだよ ?144 ぐらいしかないんだよ。顔ちっちゃいんだよ。あいつよくぶっ飛ばしてんだけど俺。ムカついたら緑殴りに行くのいつも、トーなやろつって。140代だよ。 でも顔ちっちゃいからすげえスタイルよく見えるんだよ、緑さん。脳みそちっちゃいしね。でもリアルなところ172、三二とかだと思う。<laughs> 俺の方が等身やばい。え、っとさ、俺をさ、慰めるためにさ、このアリーナにいるさ、お前が等身、等身低いコンテストや、やろうよ。どう 俺、6.2等身もないでしょ。日本人の、いやでもさ、よくさ、最近さ、なんか芸能人が撮影しているところとかを後ろで見る機会とかがたまにあったりするじゃん、番組とかで。でね、やっぱカメラの前に映ってるやつってさ、顔ちっちゃいわけよ、本当に。もうこんなんなのね、みんな。サダみたいな格好してんの、こうやって。 リアルにもうこんななのたださ、カメラマンとかもうほんとこんななのね、ほんとに。で、俺は、俺がでかいんじゃないんだと。みんなが普段、テレビで見てるやつが小さい。でもすげえ違和感ねえもん。裏方のやつと隣に並んでるときは、お前らもみんな、ホビットじゃねえかと思いながら、ホビット側の人間はいっぱいいるわけよ。女とかも。 そんなスタイルいいやつっていないよな。いるみんなの周りで。お前スタイルいいなって思うやつ。あんまいねえよな。でもいや、いや、ゼロじゃないよ。でもさ、そんなみんな8頭身9頭身そんなわけないだろう。クラスで一人二人ぐらいでしょ。 いや、メラコさんも相当顔ちっちゃいよ。<laughs> な、スタイル悪い選手権って本当にさ、俺たちがマウント取れる選手権をいっぱい繰り広げていこうぜ。で、もうね、世論がいけないの。平安時代の時は頭でかくて、な、足短いやつがかっこいいって言われてたんだから。なのにさ、バカどもがさ、なんかわけわかんねえ、整形、まあ、バキの作者はいけないんじゃないのコツ延長ずで足だけ伸ばしやがって。 ああいうふうにやるから顔がちっちゃいやつが正義だ。顔が小さいやつの方が少ないんだから。誰も幸せじゃねえじゃねえか。頭でかくてかっこいいね。高三の時俺のグループ全員ご当心お前ロードオブザリングみたいな世界で生きてんな。ガンダルフの肩に乗ってお前暮らしてた。ずっとそういう ホビットの村に生きてたんだろうな。五刀身。一生すんじゃねえぞ。俺 6. 二等身なんだから。お前は俺に絶対敬語使えよ。お前負けてんだから。ドワーフが。<laughs> お前ドワーフだぞ。ギムリが。<laughs> お前顔もブスだし絶対さ、ヒゲも生えてるかお前ギムリだよ。なんか、なんか冷めたわ。なんかギムリに向かって喋ってんの。ヤニスってなんかごまかしてくるわ。冷めた急に 俺ギムリに向かって喋ってたんだ。<laughs> ただいま。<laughs> 俺身長180でまた下9 0ンチあるま。また下測ったことねえわ。いでて筋肉痛が。また下測ったことない。昨日何やってたのマジで寝てた。えー、っとね、8時に寝て3時に起きた。ガチですごく元気だから今。 ものすごい元気です。今日元気だなって感じしないいや、<laughs> ジム行ったよ。なんか、レッスンはしてなかったけど。お前の答申検証メールしたぞ、ありがとう。<laughs> 来てねえじゃねえか。なんか、どっか、ま、間違ったとこ行ってんのか。たぶん、おそらく、まあ、あれじゃねえか。あのー、迷惑メールに、俺が何もしてないのに、たまに迷惑メールに、 入るやついるんだよ。もうその類じゃねえか。ビル・ゲイツからお前あれされてんだよ。お前迷惑なんだよ。お前のメール。スパムが。人工スパムが。天然のスパムが。もう G メール開けねえ。 E3、e、中心なった話したわ一瞬な <laughs> スパーマー <laughs> 加藤淳一の等身検証いやでも良かった本当にニコラジとかでさ俺俳優とかに会ったことあるけどさ何だっけ名前忘れてたけどなんだっけ,あの,っけ,だっけあの福山雅治と同じところに所属してますみたいな人いたんだよめちゃくちゃかっこよくてめちゃめちゃ顔ちっちゃかったのね あの子。俺最近好きな芸能人いるんだけど、あの、ゆうたろうくん。憧れる。ああいうなんか顔かっこよくて、顔ちっちゃいやつ。アミューズ、そうそうそう。あの子可愛かったわー。いや、手越とかって別に背ちっちゃいじゃん。なんかスッ、なんかスラッとしてて、斎藤匠とか憧れない斎藤匠もうな、どん引きするよ、生で見ると。なにこれ。 そう、古着着てるやつ。あいつ顔かっこいいじゃん。<laughs> 30で憧れ。いや、俺憧れ。いや、それ憧れ。自分に持ってないものを持ってる人と憧れないいいな俺もこんなんだったらいいなって。親父をその時責める。あんなさドカチンのクソチビがさうちの親父じゃなかったらなぁ。反町隆の息子だったらなードーベルマンの上に乗ったあれだね。 松島奈々子とさ、反町隆史が勝ってるドーベルバンの上に乗ってさ、大木将軍みてーにさ、これが将軍の世界ですよっつって、おそらく子供ながらにしてブラックカードも持たされてさ、なんか LOL かなんかずーっと、ここ行かずに LOL ずーっとやって、そういう人生が良かったマッ真ンユーとか。真ンユーすげえよくないあれ。めちゃくちゃかっこよくない 最初見た時びっくりしなかった。何これって。違う、俺ね、今もう、みんなもう根本的に間違ってる。お前身長176センチあるんだから全然マシだと、スタイルがありえないぐらい悪い,いね。176なかったら、いや、俺チビだから悪いんですよって言えたんで、こうすけって言えるじゃん。あいつさ、線低いから、いや、スタイル悪いんじゃなくて線低いんですよと。俺も言い訳できない。ただスタイル悪いだけじゃん、俺。身長176あるんだよ。シンプルにスタイル悪いだけじゃん、俺。何の言い訳もできない。 もう事実として突きつけられるわけじゃん、俺。逃げられないの。言い訳ができない。正真正銘、この、おでこに、あなたは万引きしましたって焼きごたされてるのと一緒だよ、俺。あなたはもうダメです。あなたはそういう道はないですって。シンプルに、等身がどうすればいいの俺より緑さんの方が全然身長高く見えるでしょ俺の方が高いんだよ。 さん顔ちっちゃくて足長いからスラッとしてるからただハゲてるだけで羨ましいわないものねだり繁盛とかもめちゃくちゃスタイルいいじゃん顔,つらっ顔ちっちゃくてさ すらっとしてて。なんでコースケドラクエに呼ばれなかったのいやいや、もちろん声かけたよ。でもなんか、そのスケジュールが合わなかった。だから俺コースケの遺影持って出るよ、俺は。<laughs> 普通に。あの、ちゃんと葬儀屋にこの人がの、あの、写真でお願いしますって言って。最初だから俺もうコースケ出ないんだったら、なんか延期しようかなって思ったぐらい。 ちゃんと葬儀屋に連絡するよ俺呼ばないわけないじゃん <laughs> 俺顔はいいけど動きが発達っぽすぎてモテないいやお前多分そう自己評価高いだけでお前メール送ってくるお前顔もよくねえよ大してそんな顔いいやつなんていねえんだってお前俺と一緒ナルシストだけなんだって そう世間、イの中のガーズなの。東京とか来たら、もうびっくりするぐらいイケメンいるから。街歩いてるだけでこ、怖これが東京かあの、よし行くぞみたいな喋り方になるよ。わあ、これは東京で俺は磨かなきゃいけねえなつって。その結果、俺は日焼けサロンに行って髪を伸ばし始めた。今じゃすげえ黒歴史だけど。 そんなさ、かっこいいやつなんてさ、もう、ごくごく、ね、選ばれし侍だから意味ないの。お前の髪長い時代の写真今ないのかよ。俺、ツイッターに上げてる、上げてたじゃん。なんか、とんでもない、あれを見つけたっつって。メディアに残ってんじゃねえか。昔のプリクラ。去年とかに上げなかったっけ <laughs> 俺が持ってるの、あれが全てだよ。元カノに会って、ちゃんと、俺の昔の写真ない聞いたらさ、こんなのあるよ、つって。<laughs> 自分で今見るのも恥ずかしい。時代がそうさせたんだなっていう写真。あれ、去年じゃなかったか。 あら花と空の写真かわいいねこれねえなおととしかあんまねえおととしかいや絶対あげたんだよな 俺も見てよ、久々に。あの、くそ気持ち悪いやつ。<laughs> ちょっとさっ、まず、まずさ、いや、まずみんなさ、あの、これをこ、これ見といてな、これ。なこれ。これ見といてな。お <laughs>、これ、この写真いいなこれ、これにするかなんか俺なんだ、これ。な、これいいじゃんな、これな。お、いいじゃんな。 何これこんな写真あったのかな懐かしい。わ、可愛い,い早く俺も、ジュニアを生まなきゃいけねえな。こんな可愛い写真が撮れるのであるならば。ないじゃん。 いや、ミャコさんと子供作ったらさ、あれなんだって。お、トンカス取ってるあ、あれか、パン、もうおか。あのー、ミャコさんさ、体が細いからさ、俺の子供の頭蓋骨に耐えられねえんじゃん。<laughs> <laughs> これやばくない俺のこの、俺二十歳ぐらいだよ、この時。俺がだから、 いやダメだ。東京に負けられねえっつって髪の毛伸ばして、ひさる行った時の。こんなだよ今、坊主よあ、<laughs> 安心するわ、これ、セミ見ると。おなんか俺だね。季節外れのセミがいるね。季節外れの、セミ。 やっぱセミよこれ季節外れのセミみてえな、奴と俺は、付き合っていくって決めてるから。でもいっぱいいたんだよ、こういう奴が、昔は。よかった、もうこのプリクラとかなくなってるから、俺が何かを振り返るときに。やばいもん。 今じゃさ、日焼け止め塗ってんのにさ、どうしてこの、何を座敷話見て、ゲゲゲの鬼太郎みたいな。<laughs> 俺よ、外でも脱げるからよ。二十歳の時に俺言ってたんだろうな。俺外でも脱げるから。つって。女もなんかこんな髪の毛がぐしゃ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  映画館を追い出されたとか言うわけわかんない。毛量がえげつないだろう。なんで映画館を追い出されたかわかんないいや、それなんか前も言われたけどなんでか本気でわかんない。多分なんか一説によると髪の毛を盛りすぎて後ろのやつが見えない。エリートヤンキーサブロの可愛いみたいになってたから、こいつ髪の毛がさ、逆毛立てすぎって、 あの、映画館のスクリーン、後ろの人が、スクリーン見えなかったんじゃないかっていう。あんた、頭でけえ上に髪の毛ゴリゴリに持ってて、襟足もさ、俺、肩甲骨ぐらいまであったから、これでさ、なんか、見えなかったんじゃないかっていう、後ろの人が。っていう、結論に達した。座高もクソ高いし。 髪の毛盛りすぎたからっていう <laughs> 噂らしいぞ絶対無理だわもう今だったらもう坊主にしたい願望が異常 <laughs> <laughs> そうだな顔がでかいのに髪型のせいで顔が小さくレベなるレベルで髪の毛持ってるからいから <laughs> そう、その、えん、あのー、ただ、全部、映すと、もうひどいの。あの、髪の毛の量をグィアーってやってるから顔ちっちゃく見えるけど、身長もこれぐらいっていう。<laughs> なんかその、うまくこっから上しか映さないことで、お、髪の毛、顔意外にちっちゃいなって見せてるけど、あの、全身映すと、ものすごいホビットみたいになってるって、余計ホビットになってるっていう。だそういう現象が起きてたんだろうな。おそらく。 なんかさ俺たちでいう今みたいな今の格好って今の若者でいう何今の若者でいうどういうなんかないのもうこれとりあえずこれしとけばなんとか街に繰り出せるっていうあのそのあれ教えてよ写真マッシュ髪型ってことファッションではないの ああ、まあ、かっこいいな。こいつらでも顔がいいだけじゃん。みんな顔がいいじゃん。参考にならねえよ、こんなやつ。見ろよ。こんな坊主でもかっこいいじゃねえかよ、こいつとか。参考になるかこんなの。絶対参考すんだよ。みんなかっこいいじゃん。こいつとかさ。な、俺、そんなお前みたいな顔して俺だってやってるわこういうふうに。未だにやってるわ、これ。 女、女ぜ。俺やったら殺されるぞ、こんなことやったら。みんなクソかっけえじゃねえかよ。芸能ってもモデルだろ、こんな奴ら。みんな。みんなモデルじゃねえかよ。ほんとさ、ものすげえブス、こういうのを探してたんだ、俺。これの大人バージョン。探そう。 顔ブスなのに髪型かっこいいやつ。顔かっこいいじゃん、こんなの。グッチとか着てさ。参考にならねえやこいつあるじゃん、俺の好きなやつ。あの、なんだっけ。誰かの妹。高橋メアリー・ジェーンのむす、あの、弟。こんな、か、顔かっこいいじゃん。な、な,なんだっけ、生忘れしてた。 参考にならねえみんな。まあ、こういうのが流行ってるらしいぞ、今。前髪重めで、後ろ、ね、短く。でもなんかこういうのがさ、流行り始めてから結構長いこと、新しい髪型出てきてないね。 なんかまた新しいの流行んねえかなだってさ。さぞかしモテるんでしょうねさぞかし。今はツイストパーマが流行ってる。へえ。俺が高校時代に流行ったぜ、ツイストパーマって。今何再度、流行り始めてんのツイストパーマ。ハゲちゃうんだけど、今俺がやったらツイストパーマなんて。 今流行ってんの流行が繰り返すんだね鈴木健三してる広島カーブの鈴木健三 <laughs> お前のギャル王時代の写真公開室にしてみたから見てくてよかった <laughs> いきなりなおっぱいとかが写されるかもしれないけど最近もう怖くなっちゃったから。 めちゃめちゃ <laughs>、すげえキモくない俺こんな顔じゃねえよ。これ美化されてるぞ。T だみたいになってんじゃん。これ絶対美化されてるよ。絶対美化されてる。俺し、真の俺の顔こっちだもん。美化されてる。リマスター版の T だみてえな。感じになってるね。 あ,あ、AI で補正かけてるんだ。なんかね、あんな顔じゃなかった絶対。絶対違った。<laughs> へぇー。<laughs> お前、ロングの方がいいんじゃよ。絶対やだわ。ロングの方が良かったとしても嫌だよ。その日常生活に支障を待したくない。俺、昔前髪長すぎて、本当に生きててつまんなかったんだから。なんで俺こんな前髪長げんだよーって、うつ病になりかけてたんだから。今は、 短くてもう無理もう無理もうあのず死ぬ本当に病気になる前髪の長さって本当に急クオリティオブライフに直結するからね前髪長いと本当に鬱になる きちいよな。最近の流行りの前髪重めみたいな。俺しか前髪さ昔から薄いの、細いの、毛が。で、透くとスっカスカになっちゃうから、重めでいつも残すから、おんまゆぐらいでも、もう直撃するの、めな、目ん玉の中に。ハゲ対策どうすればいい全部喋りゃいいじゃん。 見た目に食いついてくるなんて二十歳ぐらいの女だけだよ。二十歳ぐらいの女と恋愛できねえたらどっちにしろ。意味ねえよ。打足じゃある意味そんなんか、二十歳そこそこの女となんかまともに恋できねえよ、俺。しんどいよ。三十ぐらいだよ、俺の恋愛ストライクゾーン。でもマジで多分話も合わないし。 あれ、なあ、今の巨人の西山みてえだなって言っても西山って誰ですかって感じやん。話合わないのよ。あいつなんつったっけとかさ。そういう話題が合わない。無理に合わせに行くのももう疲れるし。 30の女もその話だね。30の女だったらさ、ねえ、あいつね、コントロール悪かったよね、みたいなこと乗ってくるじゃん。でもさ、1年に冒頭した後のさ、2日後の試合でまた、ね長島監督に使ってもらってね、あの、ピッチャー頃早い、早いピッチャー頃、ホージーの早いピッチャー頃取って走ったよね。で、上から投げないで下から投げたよね、って言ってくれるのね。30歳ぐらいの女だったら。今のさ、若者の馬鹿だったらさ、あ,あれですよ 都合でしょあ,あれ、それで都合のことじゃないの何が都合よあんな西山よ、俺からしてみれば。話も合わんし。ね二十歳ぐらいの女の子とさ、最近デートしたよっていう人いる何すんの最近の若い子のデート。映画 でも映画の価値観も違うだろう。いや、スポッチャーとか地獄かよ。お前何すんだよ。こんなさ、ね北島三郎のモノマネしながらね、スポッチャーの中のさ、釣りさ、してもらえるんだったらいいけどさ、その無理だろう。おめえよ、おめぇ、俺がよ、あの、なあ、あのー、 釣るから、でっけえ声釣っからや。おめえ、北島三郎の、ま祭りだ、祭、ま、祭り歌っててくれよって。それか、大量祭り。<laughs> 何すんのそうやって考えるとあんまりデートスポットもねえな。俺が若い頃は何してたんだろう あまああれか。ウィンドウショッピングとかが。金も持ってねえから。あはは、これ見て。<laughs> 流行した髪型、年代別。これ見ようぜ。<laughs> なんか嫌な予感がする。これ、前も見たけど違えよ。俺2000年代か。さあはははは。あ、まあまあ、まあ。<laughs> 絶対違うって。 まあでも、外ネパーマ流行ってたな。あ、金髪ショートカット。でも今でもそうじゃないウルフカットだな。流行ったの2010年はあー、あー、まあまあ、そうか。ネーブです。ネープです。 いや、こんなのモデルの女が可愛いだけでさ、女、ブスがこんな髪型したら殺したくなるぞてめえ、この野郎。つって、お前なんか、できるだけ顔の面積、あれしろ。こういう髪型にしろ。もう、こういう。スボミみたいな髪型にしろ。可能な限り、見えない。スボミヘア可愛いじゃん。こういう。な、いいじゃんな。スボミみたいな。 一般女性何がゆるふわパーマなんだよかけがかき上げ前髪だってこういうのが流行ったらしいっすよこんなんさ顔が可愛い女ゲンガッキーだから似合ってるけどさ勘違いすんなよアパレル失敗するぞこんなことやってると それが名前、名前だけ貸してた焼肉店が潰れて、私は名前だけ貸してただけですって言うぞ。で炎上するぞ。今ほどネットが栄えていなかった、あの時代ですら死の麻里子炎上してたのに、私は名前貸してただけです。お前 <laughs> って最近の流行とかやたら嫌なの嫌ってねえ <laughs> 合わねえだろ、あんなの。あんな、そういう、なんか雑誌、女性週刊誌かなんかがさ、これが流行るぞ、つって。みんなさ、街中のさ、あんな、投身低い俺みたいなブスどもがさ、おめえら等身低いんだからさ、あれしろよ。つぼみみたいな髪型にしろ。ああいうのは選ばれし、イケメンとかじゃできねえんだよ。これが流行るぞー。スパイギアみたいなこと言われんだろ。これが流行るぞー。 んでなんモデル上がりのなんか女優崩れみたいなやつらがこぞってそんなんかね雑誌に取り上げられてあんなのスタイルがいいから似合うに決まってんのに人選ぶでしょゆうたろうはどんな感じだろうなんか古着着てるよなんか自分を持っててかっこいいわあいつしかもツイッターが意外と男らしい なんか、なよなよしてねえ。あんなのさ、で、なよなよしとけばさ、女からキャーキャー言われるのにさ、意外となよなよしてねえ。俺はそれ好きじゃない。ライト好きだね。顔が好き。お前、ビヨン行ったらなんで伝えんのもうなんでもいいです。最悪坊主にしちゃえばいいんでつって。もう、お前の全てを俺にぶつけてみろ、的なこと言うよ。 成功した試しないけど。<laughs> なんかお前、お前の全てを。今まで培った、お前のその美容師、美容歴、10年の集大成を俺,で俺にぶつけてこい。めちゃめちゃ無難な髪型されるわ。そんで、あ、じゃあ分かりました。今の髪型をベースのまま2センチ短くしますね。<laughs> 一番無難に切られて、お前の、まだ出会ってないんだよね。真の美容師に。 わかりました、加藤さん。モヒカンにしましょうつってさ、ウえーっつって言って、真ん中だけさ、そういうやつに出会いたいんだよね。結局、お前もその程度か。逆モヒカンにしましょう。ブライ。加藤さん、聞くところによると加藤さん、ドラクエ4の実況してましたよね。好きなキャラクターは誰ですかブライを結構使ってましたよね。わかりました。 ブライにしましまょうそれぐらい勝負をかけてくれる人がいいこういうあの南部さん南部さんみていな髪型してよこうやってブーっつっていないんだよねいくらかけてんのまあ、5000円ぐらいじゃないカットって5000円ぐらい電撃ネットワークの南部さん そう鉄拳の平八いないな <laughs> 5,000円ぐらいの東京って5,000円かかるのかいやまあ平均4500円とか5,000円ぐらいじゃない 分かんねえけどそんぐらいだと思う多分かかるよな <laughs> 最近 YouTuber が女殴って炎上してるんかシバターの動画で見たわ俺でもあれなんだよな白線の内側を超えるやつってあんま好きじゃなくて結局口でいろいろ言ってはいるもののなんかそういうの飛び越えるやつって視聴者が安心して見れない俺自分一視聴者で なんか俺がそんなことやってたら自分のこと嫌いになっちゃうから俺はやらないかな。まあ、口で言うだけでいいわ。なんか冗談を真に受けてるバカな視聴者とかもいるじゃん。俺そういうの大嫌いだから。<laughs> いや、みどりさんは浮気して逆ギレしただけじゃん。<laughs> やだね。で別にいいんじゃね俺関係ねえし。なんかそんな女が殺されようが俺別に俺に、俺関係ねえし。 自分の周りにいる人だけ幸せにしてればいいんじゃないですか皆さんは <laughs> ユイがお前でにどうなんだなんかパクられたっていう話を聞いた以降は同行が知らないんだよ同行を知らないけどユイがさん本当に刑務所行っちゃったの <laughs> 行っちゃったの そういうスタンスで行くのが女に DV できなくなるぞ。お前がすればいいだろうな。<laughs> なんで俺にさせようとすんだよ。俺、警,警察捕まりたくねえし。まあ、別に女をぶん殴ろうか別関係ねえけど、俺自分が警察に捕まるのが嫌なんだよね。シンプルにそういう理由で嫌だわ。捕まりたくねえじゃん。<laughs> 前科ありますか残念ながら前科ありません。<laughs> 前科ないんですよね。 なんか、法を犯したこと多分あるだろうけど、前回は、みんなもそうでしょ。例えば、法定速度破っちゃったりさ、未成年でタバコ吸っちゃったり、万引きしちゃったり、そういうなんか、すねの傷って絶対みんな、大、あの、多かれ少なかれあると思うんだけど、そう、一通逆す、いや、一通を逆走しちゃったり、未成年の飲酒、喫煙とか、 でまださ、あのー、まあ、子供だし、若かったし、ってなるだろうけど、俺、今の年だったら、だから天国の母ちゃん悲しむわ。って、俺自身が思ってるんだったらやんない方がいいんじゃないおとなしくしてるのがベスト。 母ちゃん地獄にいたらわかかわいそう。あんなにさ、世間のために尽くしてたのにさ、ナオコ地獄にいたらめっちゃ笑うわ。ええー、って俺が死んだ時にさ、母ちゃん地獄いんのお、そしたら俺もうドラゴンボールの世界のあの閻魔大を殺しに行くわ。お前ちょっと見る目ねえなと。うちの母ちゃんラディッツと一緒のとこいるのあの何千人も殺したラディッツと。 地獄だ、クソ笑うわ。変な滑車引かされてたら。あゅんちゃん。私さ、生きてる時もさ、働き詰めだったけどさ、今も地獄で、地獄で変なこの滑車引いてるよ。これをしかも一万回くり、一、ね一万回繰り返して、それを一万、一万年この作業を繰り返して、それを一万年、一万回繰り返して、その後になる、あ、その後に待っているのは完全なる無だよ、って言われたら。うちの母ちゃん、妙国会にいるかな。 そうしたら動画撮りたいわ。うちの母ちゃんが妙国会にいます。とぐる弟と一緒にもしかしたらまだ弾いてるかもしんないな。なんで一番重いところにいるんだわかんない。<laughs> 俺の中の地獄って妙国会しか知らないから、ちょっと飲み物持ってくるわ。 ただいまただいま今年の夏はなんかイベントするのか決めてないそんなのってなんかその場のノリでさ7月ぐらいに決まんないいつもでもなんかやりてえな 本当はさ、オリンピックと同じ時期にカトリンピックやりたかったんだけど、オリンピック中心になりそうじゃん。カトリンピック。それがパラリンカト。障害者集めて運動させようかなと思って。パラリンカトどうかな。公式でやりたいんだよね。パラリンカト。うち障害者いっぱい見てるから、その人たちに日の目を浴びせられるような。 目見えないやつに射的とかやらせるとさ、全然、やっぱり目って大事だね自分の五体満足のやつは、あ、やっぱ自分って幸せなんだ、それだけで幸せなんだなっていうのを、感じ取るとか。<laughs> めっちゃ戦いそう <laughs>。なんでだよいいじゃねえか、日の目浴びても。 え盲目で射的やってるやついるらしいすごくないどなんて人すごくないほら夢を与えるじゃんすごくない薄いじゃんどういうふうにやってんのどういうふうにやってんの 有名な人なんだ。匂いでやってんのずどういうこと音で、音で、エコロケーションでやってんのとかやって。イルカと同じよね。ん、ドゥールさん。海外の人なんだ。あ、あの、盲目のピアニストは、この前ビートたけしとなんか共演してたの見たわあれくそろかった。俺あいつ大好きだわ。なんか好きな女の子のタイプは誰ですかって。結構皮肉めいてるじゃん、その質問って。 僕全然それに対しても「いやあの浅田真央ちゃんが好きです声が好きです」って言ってて俺この人のこと一生応援しようと思ったんだよなあの盲目のピアニスト辻井かあいつすごくないすごいよな天才だなと思った真央ちゃんが好きって言ってて。 しかも真央ちゃん可愛いじゃんドゥールもピアニストなのやっぱ目が見えない分耳とかさ鼻とかが絶対普通の人より研ぎ澄まされてるよねだって目見えないんだもん五感がさねえ研ぎ澄まされてんじゃない 橋本環奈嫌いそう。なんかみんな可愛いって言ってますけどね。俺からしてみればあんなダミ声。これが俺の野球選手だからな。あんなダミ声全然好きじゃないっすよ言ってほしいわ。何が千年に一度なんですか よし、好感度上がるよな。声だけの判断だったらね、あり得るよね。あいついいわ。橋本勘奈の声って俺なんかパッと思い出せないけど、なんか、にゃんちゅうみたいな声してるよな。にゃんちゅう。俺どうしてもでも橋本勘奈あいつに見えちゃうんだよな、あの AV に行った人。 あのしゃぶかなんかやって一回パクられて AV 行った人名前なんつったっけなどう忘れしちゃったよあ小向井奈子の若い頃に出るよねでも俺橋本環奈最近すごい好きなんだあいつ巨人ファンだコテコテの巨人ファンだから合格っつって俺がだツイッターフォローした「お前合格」っつってこれおいしい 薬丸的な視点で俺は橋本環奈のことを今。見た目とかじゃない。あいつ虚活だから好き。<laughs> 本は、ファッション巨人だろ追加、追タ,フ,ツイタフォロー、フォロー解除するわ。ファッション巨人フだったら俺ダメ。フォロー解除します。最近マイアイクのヌアラにハマってんだよな。タクシーってやつ <laughs> あのずーっと、イタクシー

めちゃくちゃ頭いいね。にあと日本人の想像する外国人像をちょっと誇張してやってくれてるよね。俺、筋肉も好き。アーノルド・シュワルツ・ツェンネキャーのやつでしょ。<laughs> 好きだよ。だ英語喋ってくれたらみんな好き。なんか面白い。 マジか、橋本カンナ、ジャイアンツファンじゃねえのかあいつどこあ、いや、ちげえよ。あいつ九州出身だからソフトバンクファンって言ってたっていうだけでしょじゃあ本当はジャイアンツファンなんだけど、まあ一応福岡にいるから、ちょっとソフトバンク好きって言ってたけど、本当のカンナは、カンナは巨人ファンでしょだってさ、あれだよ 俺だ、から調べたんだよ。お前は本当にジャイアンツファンなのかそしたら、吉信の,の、ちっちゃい頃、吉信の,のポスターの前で、吉信の,のモノマネして写真が上がったの。高橋吉信好きなやつにき、性格悪いやつマジでいないのね。俺、唯一、20歳ぐらいの女の子とデートした奴は、俺、橋本カンナとデートして、西山の話したい。あ,あ、カンナちゃんさ、西山どうだったあの、ホージーのピッチャー頃。 <laughs> あれね、仮料店のものまねしながらやったしよ野球見に行きたいあ。あれか、じゃあ、カンナちゃんって言ったら、あの、あのメッツの柏田の世代か。小野とか柏田でしょ最高じゃねえか。お前の中の柏本カンナどうなってんだ吉信の,のファン。 俺、高橋義信すごい好きだから、義信のファンのこと好きだから、<laughs> 橋本環奈は、義信が好きで、な、橋本環奈好きだよ。義信が好きじゃなかったら好きじゃないよ。俺、だから、桃黒好きなのは、マー君が好きだから、桃黒好き。マー君のために頑張ってほしい。ずっと。今、亀井のファン。おめえわかってんな亀井のファンなんてさ、一番いいよ、女で。どんな女の人と結婚したいですかって言われた俺、亀井のファンの女と結婚したいのね。 <laughs> でも、だけたらだけたら俺ダメだ。もし、勝ちも、橋本環奈が裸でベッドの中に入ってきても、吉信の顔が重い <laughs>。吉信の顔が重い浮かんじゃん。無理だ。吉信とエッチできないもん、俺だって。そういう目で見れない。高橋吉信は。吉信の向こう側にいる橋本環奈見てるから、俺は。できない。 え、子供の頃からの仮井ファンなのめちゃくちゃいいじゃん千年に一度じゃん応援してここれから。本当に、断ることに。かンなちゃん。もう悪口言わない。絶対に。 吉野ノの小野おのでアナね <laughs>。小野寺アナウンサーね。そうだな。小野寺アナと一緒だよ、俺の中で。カんナちゃんは。やっぱ吉野ノとくっついてほしい、俺は。でもさ、なんか、恋愛ものとかは見る気しないけど、ちょっとさ、銀玉、俺銀玉見てないんだ結局。 銀魂とかキングダムに出てる橋本環奈は別に悪くなかったよたコテコテの恋愛ものとか出てたら多分違和感すげえと思うわ <laughs> 鼻くそほじりながらなしかもさキングダムなんかの賞取らなかった なんか撮ったよね。吉沢亮のスピーチが良かった。みたいな。<laughs> 撮ってたよね。うわ、良かった。日本アカデミー賞撮ってたんだよ。素晴らしい。キングダム面白かったよ。てキングダムだった。長澤まさみも撮ったんだ。へえ、ー。マジで。 これが俺の戦闘服だからなだけで賞を取ったの橋本環奈ナ <laughs> だとしたら俺のおかげだろう少なからず俺がスポット当てただろうこれが俺の戦闘機だからなあのさなんか下向きでグリグリグリ鼻は鼻ぼらくそ広げて言ってたよね <laughs> その一言だけで取ってた 山崎賢人取れなかった。ベスト二度見賞取れなかった、あの。あの山崎賢人 <laughs>。こんなこと言っちゃあれだけどさ、まだまだだな、やっぱな。あと10年経ったらいい役者になるって。ダメよ歌舞伎役者みたいなあれになっちゃってもんな。まだ若いだろう、う山崎賢人。歳いくつ ?25 ぐらいでしょ。人号ぐらいだよね。30超えてこないと。 若すぎるよ、まだ。山崎賢人は、あの、キングダムのシーン。え、小松菜奈撮ってたの何で撮ってたのあいつうめえもんな。すげえ。でも顔かっこいいじゃん。結局山崎賢人も。俺のモノマネ見てからそのシーン見たけど、まあまあそれで、やっぱ気になるでしょ。気になるよね。 ルロケンもちろん全部見た。福祉蒼汰の出てたブリーチ、ま、なんか、ラブホテルかなんかで、すげえ、なんかデリヘル呼びながらセックスしながら見た記憶があるから、から全然覚えてない。面白くなかったっていう記憶がある。あ、これ見なくていいなっていう記憶しかない。 あんまり面白くなかったな。最近はもっぱら佐藤健にの出る映画にハマってるわ。あ外人には結構高評価なんだ。でもさ、吹き替えの時の演技って上手い下手かわかんないじゃん。だからさ、 洋があってちょっとかっこよく見えない演技の上手い下手わかんねえから、俺、我々英語のネイティブってわかんないじゃん。結局、英語喋れるやつもネイティブじゃないじゃん。だから日本語のさ、な、演技なんて、演技もクソもねえんじゃねえただ、イチゴっぽくない黒崎イチゴっぽい。<laughs> いや、でも最近のさ、俺と同い年ぐらいの、若手の男の俳優みんなもうめちゃくちゃ、 演技上手くない山田孝之小栗、まあちょっと下だと松坂桃李あの辺みんな演技上手だよなあと藤原竜也佐藤健綾野剛結構中堅どころがすげえおも演技上手だなってまあさ確かに生き残ってる松田翔太 唇がいいわ、無マツケンもうめえな。東ではダメよ、あの、寄生獣しかできないから、あいつは。あいつ別に不倫しようがさ、なんまたかけようが俺には関係ないけど、寄生獣しかできないんだから。これ食べていい薬丸さんと一緒。これ美味しい。薬丸さんもさ、寄生獣だったら言うじゃん。パクって食べて。奥さんを食べてさ、もっくん食べた後に、これ美味しい。ほらほら、そんな、渋垣隊の同じメンバー食べちゃダメだよ。 多分言われるよなおそらく。全く一緒、東出の薬丸は。花丸マーケットの二代目やってほしい。で、寒い、なんか食レポしてほしい。あんも巨人ファンふざけんな、クソ東出この野郎てめえ。 お前巨人ファンの女泣かしたら俺が許さねえからぶっ飛ばしていくかんな、お前。ほんとに次泣かしたら。泣かすんだったら阪神ファンにしとけ。千秋にしとけ。泣かすなら。お一気に嫌いになったわ。死ねって思った。あはは、ちょ待って親父阪神ファンだからなんじゃねえの <laughs> 親父阪神ファンだからさ。なんかそれで <laughs>、反発するようにジャイアツファンになってんだろう。 渡辺健は熱狂的な阪神ファンだよね。あいつ、よー、いるもんな。バックネット裏に。佐藤健と面白い映画いっぱいある。紹介しきれないぐらいあるよ。てか、佐藤健が出てる映画、大抵、まあまあ面白いよ。ルロケンとかもめちゃくちゃ面白いし。阪神別に嫌いじゃない。俺てか、なんなら最近巨人より阪神戦の方が見てるよ。 巨人今年終わったわ。マジで。ダメだ。先発がいなさすぎる。去年の山口。俺強がってた。山口もメジャー行ってよかったなと思ったけど、山口はメジャーで通用しなそうだし、ジャイアンツから山口抜けたのがでかすぎる。先発が一人しかいねえ。ギリギリサンチェス。統合多分無理だし、桜井も無理だし、誰とも田口と、サンチェスと、 <laughs> まっすオープン戦最下位はどうでもいいけども先発が単純にいねえわビエイラとあいつはよかったなでも結局コントロール力ねえからさマシソン見てにいかねえんだよもた変化球も打てないしインハイも打てないしパーラが意外と打ちそうな気がするわさいなんか最近よ,よう見ててパーラ意外と打つんじゃねえかって 佐藤だけでも巨人ファンなの嘘つけそう高橋ってスパイギアあ身長193ぐらいあから角度のあるまっすぐ投げんだよ。昼間野球やって夜パブジしてるから。<laughs> 巨人ファンって言えば仕事来るからな絶対そんなことない 今巨人ファンって公言できるやつって、もう仕事狙いじゃねえよ。だって巨人の仕事なんて来ねえよ。中井くんがやってんだぞ。絶対来ないね。広島ファンって言った方が仕事来るわ。ソフトバンクファンとか。来ない来ない。絶対来ない。もう日テレとさ、読売テレビと、ジャニーズ絶対くっそズブズブじゃん。いや、中井がいなくなったらどうせ亀なしだって。絶対。 やめなさい。ヤクルトファンドの方がまだ来るわ。<laughs> そう、ロッテとかな <laughs>。好きな野球選手。私、すごい野球好きなんですよ。誰が一番好きなんですか角中ってったらもう、その <laughs>、そいつのファンになるわ。なんで2回も集打者取ってるレジェンドなのに、全然スポット当たんないんですよ。年俸も1億6千万ぐらいだし。 格中レベルだったら3億もらってもいいんです、いいと思うんですよね。現にソフト、もう FA してソフトバンク行ったら多分、巨人とソフトバンクで、まあ、3億ぐらいの争奪戦になると思うんですよね。格中好きだったら俺はもう絶対に悪いやつじゃないと思う。渋いじゃん。 角中は首位打者取った,りみたい年上がりやでも何だかんだ2割8分ぐらい打ってんじゃんすげえよなあヤクルトの川端とかロッテの角中好きだったら俺はもうマジでいいなって思うわ <laughs> 日山の近藤はダメ選球眼が良すぎて目立ちすぎる 一回首位打者取ってる、まあ、広島の翔田広島の翔田とか、まあ、そうだな、ライオンズ、ライオンズの栗山、ソフトバンクの中村とかさ、<laughs> その辺お前、楽天の銀次のファンだったらもう結婚よ、吹っ飛ばして。 飛ばして結婚だな交際をもうもういいだろう栗山は中栗山や中村は普通にファン多いだろうけどさなんか結局でも野球通にしかわからないレベルじゃない誰が好きなんですか大谷翔平とか言われてもさふーんってなるじゃん広島の阿部が好きです <laughs> 言われたらちょっと広島ファンもさ 合コンとか言ってさ、野球見てるんですね。私も広島応援してるんですよ。誰が好き鈴木誠也って言われるよりさ、いやー今年ちょっと安倍頑張ってほしいんですよねって言われたら、安倍って。え安倍なの誠也じゃないの広島の松山と、いや、松山好きだと嫌だよ。なんか、外人に抱かれてそう。畠山と松山好きな女とか絶対付き合うのがいいぞ。 夜六本木のなんか b 系のクラブとか行って外人のチンポ喋ってる女がいや松山と畠山好きなんだよ。マジで日本人にダメよねっつって。ふうピアニッシュも吸いながら、ふうっ,って吸いながら、日本の男はほんとダメ。ふうやっぱり松山とか畠山じゃなきゃダメ。ふう絶対ピアニッシュも吸ってるからな。肺真っ黒で。歯茎が真っ黒でさ。ダメ。 <laughs> あと横浜の宮崎。やっぱり今の日本の男の中で認められるのは3人だけ。横浜の宮崎と、広島の松山と、あとはもう引退しちゃったけど、畠山。ふその3人だけだな、おそらく。 コテコテの野球が <laughs> そういう選手がジャイアンツにいねえんだよな。最近いねえよな。縁の下の力持ち。もう坂本じゃん、結局。よしかもうダメだし。ま、亀井。そこ抑えてる橋本環奈ちゃんは、やっぱいいなって。強いて言えば亀井だよな。うん。 だからンナちゃんまあ岡本か上位打線は12球団の中で一番強いんだけどな234までは全員3割30本ぐらい打つのにそれで優勝できなかったらもうマジで本当に俺阪神ファンになる <laughs> な、どんぐり、この辺のどんぐりず。まあ、マスダは一個俺の中で評価抜けてるけど、山本、若林、田中。もうなんで俺ずっとこれ見なきゃいけねえんだ一旦二軍に落としてくれ。這 <laughs> い上がってこい。サンバカドリオは。 来年の山田テストに期待。バカ阪神強えよ、今年。阪神ムカつくけど強えんだよ。お前、巨人より強えよ。な、最下位争うな。阪神と巨人で。 阪神ファンは、いやいや、今年の阪神弱えよって言うじゃん。お前、今年の巨人は弱えど坂本の首位打者と、丸の最多出塁率と、岡本の打点王、そんぐれだな。楽しみなのは。どうせホームラン王は、外に取られるし。でもさ、朗報としてはさ、開幕1ヶ月伸びたじゃん。 正直、ジャイアンツファン的にはありがたいね。阪神ファンは今年優勝できると思ってるぞ。あいつら暗黒時代からずっと今年は V やねんとか言ってたぞ。伝説のあの、矢部啓一がエースだった頃の90年代。もう、5月には再開が決まってた90年代にも、甲子園パンパンに入ってたよ。毎年行ってる。 外の奥さんは巨人行けって言ってるらしい。<laughs> ごめんな。ありがとうな。横浜。ロペスお前らが盗んだ罰だからな。お前らロペス黙って盗んだじゃん。万引きしたじゃん。横浜ファンってね、あのー、強く言えないの。ロペス万引きされたのね。契約してたのに、勝手に万引きしてったの、ロペスを。拉致監禁されてるの。捨ててない。盗まれたの。 契約公開の日になんか変な黒塗りのベンツに乗せられてそのまま横浜に今軟禁されてんのねでジャイアンツはやっぱ紳士だからいやそんなことよくないよってずーっと未来を言い続けてんだけどだ外返してもらおうかなって <laughs> お前らクルーン奪ったバカ。お前らがクルーン捨てたんだろうがや。最悪だったよな。あいつら確かなんだっけな。なんかお前はもう、君はもういらない。荷物まとめてポイって捨てたところいいよ。すげえ紳士だろう。ジャイアンツって。じゃあうちで雨宿りしてきな。雨宿りしてたんだよ。それが、この仕打ちかビアヌエバも盗まれたし。 ビアヌエヴァ盗まれたの痛えよな。どうせ活躍しねえからいいけど。な <laughs> に日夜まぁなにビアヌエヴァに期待してんのねえ。一個言うよ。ビアヌエヴァ、活躍しませんよ。気づいてますでビアヌエヴァ盗まれた、盗んだんだからさ、太田大使返してくんない あのもう東海大、東海大の系譜なんだから。タツニーがもう、待ち望んでんだから。返してくれ、頼む。今、今巨人に必要なのは大田大使なんだ。一番センター大田大使。頼むよ。返してくれ。 吉川と石川慎吾まあ、さ、石川な、ちょこちょこ頑張ってんな。ツーベース打ってたし。なんだろ、このワクワクしない感じ。あの、大田大使の、なんであんな選手を出してしまったんだ返してくれ俺も確かに大田、大田大使出てけ、出てけって。逃した魚は大きすぎる。なぜあの時俺は大田大使を嫌いだったんだろう。背番号55番を背負っただけで。 そう、東京ドームだったら30本出るのに。まだ30だぞ。<laughs> あん、<laughs> 55万背負うなゴミっていつも聞いてた。俺、覚えてるわ。<laughs> てめえみてえなデクノボがこの野郎55万背負いやがって、この野郎松井に消えせ <laughs> コテコテの帽子弁で、もう、俺が間違ってました。 太田大使はキラキラした目で恩返ししたいって言ったら、お前じゃあ FA 取ったらすぐこういう、巨人に。7億払うから。俺もだめ、納税しないでお前に払うわ、じゃあ。俺が間違ってた。俺が見る目がなかった。クソみていな三振番外角のチェンジアップ三振しやがって、こんな野郎つって。若林ももしかしたらさ、出したら活躍するかもしんねえから、買い殺そう。 新 <laughs> 軍んで、ちゃんと買い殺すしかねえ。このままじゃ大田大使の二の舞になる。あいつ活躍するぞ。だからあいつなんかポテンシャル高えじゃん。悲しい。<laughs> 若林なんか活躍しそうな気がするわ。まあでも日ハム環境がいいよな。なんかすっげえ伸び伸びみんなやっても楽しそうだもん、大田大使が。うん、ダンディーみたいな。エブリタイムみたいな格好になっちゃってさ。巨人時代の丸坊主。 あの前世紀の中田秀俊あのー、短いソフトモヒカンみたいなねえ好青年だったのに黒真っ黒で歯真っ白ですげえ挑発になってて本当に OB ゴミなんだろうな巨人 <laughs> 楽しそうでいいわいや俺ね今日のオープン戦 昨日か、見てて思ったんだけど、今年エゴシちょっとやるんじゃねえかって、今日だ一おとといか。エゴシが、エゴシらしからんでフォアボール取ってたので、高めのストレートをフッて見逃して、ピッチャーを睨みつけたままバットを放り投げてファーストの歩いてたの。今年のエゴシやるで。あいつ選球が良くなってない早く日ハムに出せ。お前らも大田大使の二の前になれ。おい、阪神ファン。俺の気持ちが分からねえだろ。 巨人が太田大使を育てられなかった気持ちが早く語しも日ハムに出せ伸び伸びやらせろ <laughs> なんかまとめサイトで井上でポジってる阪神ファン見て俺ほんと北総園出るわ <laughs> 君たちはリンウェイツーとか桜井を忘れたのかな浜中とかって <laughs> すごい楽しみだわ全 そんアハハハハハハ井上とかよ身体能力低いエゴシお前それは井上に失礼だろエゴシはボールが見えないんだぞ 高卒1年目が活躍できるわけがないじゃん。わけがない、そんな。10年よ、10年。<laughs> で,きできない、できない。なんか中日とかもさ、なんか、ネオくんちょっとディスったりしてるけど、まあ期待半分なんだろうけど、もうネオは終わったみたいな。始まってねえじゃねえか。あと5年は見てやんなきゃいけねえだろう。25だぞ。 5年後も。10年っつっても28で出てくれば十分でしょ。お前、大田大使だって28ぐらいからじゃねえか。いや、そう、小園とか森がさ、良すぎるだけで天才なんだから。お前が大阪へ行くのにそんな話煽ってるの別関係ねえだろ。な <laughs> んでお前阪神煽ったら大阪に刺されないゃいけねえんだ。<laughs> お前阪神、煽ったよな、つっ そんなに、あれだよ、街、なんか、阪神話なんか街中出てこねえよ。どうせなんか、バスへのスナックとかさ、居酒屋とかだろ。<laughs> でも楽しみだね。なんか、そういう話をしていこうよ。コロナでうし、後ろ向きな話ではなくてさ。 もう国民がもうそうしていこうなんか嫌だドヨーンとしててなんか外出ちゃいけないんだとかさ遊びに行っちゃいけないんだん,んなさある程度節度を守ったら行っていいんだよ別に。<laughs> やだもんそれできょなんか野球もダメになってオリンピックもなくなってなんかアトラクション施設は潰れてでこれからこっから先また税金上がるだろうってなったら。 いいこと一つもねえじゃねえか。野球関係者がこぞって今年の中に強いって言ってるとそれね、アンガールズの田中が好きって言ってるグラビアアイドルと一緒、今年の中に強くねえ。安心しろ。最下位だから安心しろ。な。阪神ファンもお互いね、さっきまで喧嘩しちゃってたけど、下には、下には下がいるから中日がいるから安心しような。な。ヤクルトと中日がいるから、ね。お互いやっぱ A クラス争っていこうな。 怖くねえもん中日正直阪神は怖いだけど中日怖くねえもんだってセ・リーグやっぱ広島と巨人じゃないなんだかんだで広島巨人阪神 DNA じゃないでもなあ佐野が4番打ってる DNA 怖くねえからまあ広島といやあれだな阪神だな えクラス争えばま、巨人3位だろうな。1、広島、2、阪神、3位、巨人とかだなな。んやかんやで。ピッチャー悪すぎるわ。でもなんかシンデレラボーイが出てくるかもしれない。東郷が奇跡的に西山じゃない可能性が。俺まだあの顔のマスク取ったら西山だと思ってるからさ。ベリ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 って開けたら西山が出てくると思ってるから。クソアーム投げのあの、150キロオーバーのアーム投げでコントロール悪いって西山だから。 いや、サノホームラン打ってる、そりゃなんか、打つ時もあるだろうけどさ。去年200打席で5本ぐらいでしょ。やっぱまだ怖くねえよ。だって、外でしょ筒子が打ってたんだぜ。筒子なんて恐ろしかったからね。ゴルゴ13みたいな顔してたじゃん。なんか、殺されるんじゃねえかって。命の危険を感じたけど、サノには命の危険を感じた。まあ、オースティンぼちぼち打ちそう。 荷が重すぎるよ。7番ぐらい打たすとけば怖いけど。巨人に強かったし、よう、菅野からスリーランホームラン打ってたイメージだわ。また打ったのあいつ。なんでセ・リーグとパ・リーグでそんなに差があるんですかなんか、一時期、あの、九時九時引きでね、本当に引けなかった時があったの。今、パ・リーグの方が強いじゃん。てかバン、ソフトバンクめっちゃ強いじゃん。 だから、ハンディキャップとして、牧原2番で使ってくれるはずだから、1番今宮、2番牧原はもう、ね、制約として。いや、でもドラフトで正直負けすぎ、マー君、ダルビッシュ、もうその辺のピッチャー、全部流れちゃったから、勝てないよ、そりゃ。で、ソフトバンク、つえ、大谷翔平もな。いや、育成なんつっても素材ありきだよ。 だ俺育成しろって、俺がソフトバンクで育成するって大げさに言うとさ、俺はね、1 5 0ロ投げれないわけじゃん。いやい、もう素材ありき。で、一時期ちょっと傾いっちゃってたの、ドラフトの、くじ運が。でもさ、奥川とかがヤクルト引いたりしてるから、佐々木もロッテ行っちゃったじゃん。<laughs> 奥川が変える。その流れを。<laughs> だ、折り オリックスがもうえげつないマジで12球団で一番ピッチャー作るのうまいほんとになんかダのチームのイメージあるけどオリックスはまあピッチャーがすごいわ <laughs> 俺的にはオリックス打線のイメージなんだよローズカブレララロッカー <laughs> その辺が痛いたイメージなの 近鉄じゃんだって。まあ、ピッチャーいいよね。いや、山本、山岡、吉田。俺的に、俺的に吉田の評価めちゃめちゃ高いからな。吉田、ピッチャーの吉田だな。田島。ピッチャーよくない吉田はやるぞや山岡じゃない山本と山岡な。 山岡、いいじゃん。なんかあのスタイルが好きだわ。オーソドックスな。あの、なんでかというと、巨人ペコペコにやられたから山岡に。あら、頑張って15勝くらいしてもらわないと。去年もでも3点台で10勝くらいしたよな。いいわ。じゃ必要ないんだったらちょっと、ジャイアンツに欲しい山岡。めちゃくちゃかっこいいなんかあいつ。投げ方も。むちゃくちゃ好み、あいつ。食べちゃいたい。な香料、 高校でさ、高齢だっけあいつ。なんか、どこだっけ身長低いよね。どこだっけ高校。瀬戸内だ。で、出てきたときから、いや、もうやばかったの。なんかコントロールいいし、スライダーやばいし。で、確か、高卒社会人2年でオリックス入りしたんだよ。 お前なんでそんな野球好きなのなんか超人じゃん。YouTuber って誰でもなれるけど、プロ野球選手って誰でもなれないじゃん。自分が絶対なれないもの。に、人間って惹かれない俺の中の野球がそれ。YouTuber って別にな誰でもなれちゃうじゃん。みんなだって明日から YouTuber なれんじゃん。羨ましい。いいなって。憧れる。 <laughs> お前野球うまかったらダルビッシュになれたんだ <laughs> そんなみんなそうだろう <laughs> 俺が1 9 0センチあってイランと日本のハーフでそれでね1 6 0キロのピッチャー投げれたら俺はもうダルビッシュよそれはもうそれはねだ何だっていいんだよ NBA が好きなやつは NBA 見ればいいしさ オーケストラが好きなやつはもう、オーケストラ見来いいし。な超人に憧れる。真似できねえ。ギター好きなやつはね、なんかそのバンドマンに憧れればいいし。<laughs> 俺の中学校のシニアのコーチが誰と甲子園ですれ違ったらしいけど、臭かったらしいぞ。すれ違ったらしいけど、臭かったらしいぞ。 皆さんはこういうバカな情報に踊らされないようにね。絶対ダルビッシュいい匂いするわ。<laughs> 今まで見た野球の試合の中で一番好きな試合。<laughs> やっぱ WBC のあれだね。イチローのセンター前じゃない。あれ2009年か。まだ俺配信してなかったのかあれ。やっぱあれは、 それだよみーちゃん落ちたんだよそれかそう三山の三振五十嵐と久々に三山の配信見る <laughs> あれしような <laughs> タバコ吸ってきていい ちょっと俺に付き合ってよ。俺と付き合ってよ